了解っす。よし。じゃあ、あと、なんだろうな、まあ。とりあえず、はいはい、まあ、H1Z1 はね、とりあえず最初のね、なんかきっかけみたいな感じにして、そうっすね。とかね、10月ラッシュ来ますからね。FPS 系ってかなりそうそうラッシュが来るんで、その時にでも BF1 とか、あ、なんか、あ、違う、 BF1 とかも来ますし、他もいくつか来るんで、あ、なんか撃たれた、私じゃない、いや私は撃たれてないですけど、近いね、近、めちゃくちゃ近いっすね。あー、移動しようか。了解っす、了解。ちょっと待って、入れた。いやー、うざいなぁ。マジか。俺、エイト取れたから、あとで。了解っす、了解っす。これ、ちょっと、あ、はまずいかな。耐久値が、あー、下がっちゃったんで。了解っす。どっか探しに、別の車探しに行きます。どう？えぐい野郎が。あ、結構周り遮蔽物なかったんですけどね。そうです、ね、偶然いたんすかね。なんかでも、一人だった、なんか、あんま、二人の発砲音じゃなかったっぽいですよね、あんまり。そうですね、一人でマグナム、ですよね。もう、でも、もう26人だもんね、気づいた。意外と、いいとこまで。確かに。この車目立つしな、目立つし、多分速攻ぶっ壊されるから。捨てますか。捨てますか。あの、ちょっと待って、ガスがどうなってるのか。G の8は全然大丈夫ですね。あの町に戻って乗りますか。あー、うん、します。 H の7でしょ。 H の7で G の7、確かにもうこもる作戦でいいような気が。そうっす、あとちょっと見ていきますか、ね、ここ了解です。あ、持ってないですよね。1個、私エイドは1個も持ってないですね。もらえれば、はーい。中に入れ、あ、はいはい、了解です。ここはない、外れですね。ゴミ。ですね。どうしてもね、ね、なんかお互いの予想さがね、はいはい、抜けない、ね。あります。相当相当まだありますよ。みんなが期待してるようなね。クンさんっつったらなんかさ、ちょっと俺のイメージだけど、はいはい、すごいでガツガツ絡んでいくイメージがある。ああ、そうっすね。でもまあもうな、慣れた人だったら、まあ、慣れたコットの人とかだったら結構いけるんですけど、やっぱなんか どのノリで行っていいかってやっぱ難しいじゃないですか。そうなんだよ、ね、なんかどこまで許されるかなとか、どこまでこうノリで行く人なのかなとかいうのが分かんないんで。そうなんですよ。どうなんだろうな。これごめん、車降りる。まずいまずい。オッケーオッケーオッケー。うわあ。やばい、ヘルスがやばいっすよこれ。大丈夫。パーセントになっちゃった。ちょ、やばい。回復する。回復します。うわ、やっちゃったな。まあ、こういうハプニングもね。まあ、いいんじゃないですか。回復しますよ。これバンテージで回復した方が。バンテージで今回復してます。エイド使ってないです。もったいないんで。バンテージしましょう。いや、すごい。バンテージ足りなかったら渡します。了解です。から徒歩に行きましょうか。うん、場所そうですね。もうすぐ近くですし、そうすね、行きましょう。お、びっくりした。なんか山、あ、なんか向こうの上。はいはいはい。なんか焚き火のところ。あ、ありそうですね。あそこ、うん、なんかあるから、ちょっと見ますか。なんか山上います、このまま。山います、敵。あ、いや、山の上でこもりますか。ああ、こもります。あ、こもりましょう。なんかクランベリー行くよりもなんか長く生きれそうな気が。うん、そうだね。ここ結構芋ポイントとしてはいいかも。ここしゃがんで。ああ、そうっすね。でも頭突き抜けちゃうんですよね、あんまり前に出ると。あー、あ、なるほどなるほど、これで。うん。
めっちゃイモい、めっちゃイモいっすねこれ。キャンプに来たみたいになってる。だいたいここは G の8で G の7のあの山、あ、はいはい、あの山の部分ですよね。まあほぼ中央なんで。確かに。なんだろうな、くんさん。なんでしょう。逆にもう聞きたいこととかもう。なんですかね。何回も取り直してるんで聞きたいことがあって聞いたりしてるんですけど、どれを聞いたのかは。分かんないっすね。改めてね。改めてなんだろう。経っちゃってるからね。そうなんですよ。一日経ったんですよ。また明日ねって言って来ちゃってるんで。うわー危ねえ危ねえ怖。危ない。クマ来るかな。いや大丈夫大丈夫大丈夫でした。そうっすね。なんだろう。BF1 やる予定ありますか。そうですね。BF1 はとりあえずまあどこまでやるかわかんないですけど。ああまあまあお祭りゲーなんで、はい、あれはでもまあ。そうですね。あれしましょうよ。結構お互いなんかリスナー集めてなんかやるみたいな感じなんで、そうですね、お互い集めてなんかその対決みたいな、ね、それ面白いですよ絶対。ネタブキとかで、ね、対決みたいな感じでやれたら、なんか大きいサーバーとか借りる予定私あるんで、64人サーバー借りてその32人ずつ集めて、ね、そのホラフキンリスナー VS クンリスナーみたいなやったら多分絶対面白いですよ。多分もうそ結構需要あると思うんですよね。多分最初そんなのやれる人、そっぱなからやれる人いないはずなんで。まあ、なかなかないよ。ね、見たことないんで。やりましょう。発売されたらすぐ。はい、もうあとどれ、あと1ヶ月ぐらいか。くんさんです。例えば、はいはい、すごい仲のいい友達なんて呼ばれてるの？え？くんさんっすかね。普通に普通に普通ですよ。全然普通ですよ。全然そのまんまっすよ。ちゃんと見とかないと。全然なんでくんって名前にしたの。私ちょいろいろすごい経緯があるんですよ。なんか本当は別の名前で、はい、あの犬って名前でやってたんですよ普通に。犬あのプレイヤーネーム犬でやってて、はいはいはい、でそれでやってたんですけど、その、はい、まあ、そのプロゲーマーになったチームの、そのマスコットキャラを作ろうって話になって、はいはいはい、それでそのマスコットキャラの名前がバイシム君っていうマスコットキャラだったんですね。お、はいはい、でそのチーム名がバイシムって名前で、その、まあ、要はなんか阪神タイガース君みたいなノリの名前の付け方したんです、うん、でそしたら外人がこう、はい、なんか外人ってチームの後に自分の名前を付ける習慣があるんですよ。はい、なタイガース吉田とかみたいな感じに、はいはい、だと思って、私のことをそのくんって名前の人とみんな思っちゃって、外人が、はい、でくんくん言われるようになって、だから外人がくんって言い出して、はい、くんが定着化したって感じですね。あ、そうなんだ。うん、あ、本当はバイシムくんって名前だったんですけど、そのバイシムのくんさんみたいな、バイシムチームのくんさんっていう風に外人が思っちゃって、間違って、そのバイシムっていうね、そのクラン、その日本最強のね BF クランをね、まあ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 、そうっすね、当時は。いや、 やっぱ運営の方が大変でしたね。やっぱその実際に プレイするのも大変でしたけど、やっぱり選手の メンタルとかもなんかやっぱ、うん、管理じゃないですけどちょっと聞いてあげたりとかしなきゃいけないしっていう、うん、コマンド役みたいな感じでやってて、はい、エイムとかその なんか前線ってよりはそのまあ、一番最後残ってみたいな感じの、全体見てみたいな感じの役だったんですよね。司令塔みたいな感じ。そうそうそう、そんな感じですね、はい、役割が。そっかそっか。いやでもね、なんか向いてると思うんだよね、なんかそういうのは。そうですね、どっちかってそっち側ですね、なんか。うんうん、なんか脳筋タイプの子とかもいて、うん、でそういう子にこう、こういうふうに動いてって言ったりとか、うんうんうん、やっぱ脳筋タイプの子だけだったら、うん、なんか めちゃくちゃになっちゃうんで、動きが。確かに、わかるわかる。いるもんね、すごい上手いやつなんだけど、うまいけどこう、まあ、確かにキルはするんだけど、そう2人3人やって死ぬみたいな、こう、そう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 、すごいな。あ、これガス、あーでも大丈夫か、まだガスはまだ大丈夫ですね。あ、ガスはまだギリギリ大丈夫ですね。これ先端部分ですよね、だって多分、うん、山下っていくんで、ちょっとそこでダメージ受けなければ大丈夫かな。
了解です。どうだろう、いや、なんかど、これ多分、これ多分録画外で聞いてるんですけど、はいはい、ゲーム選ぶときってどんな感じでなんか選んでます？なんかゲーム選びのセンスっていうか大事じゃないですか。その、はいはい、やっぱ実況、やっぱ自分が好きっていうだけだったらやっぱよく、はい、なんかそれだけじゃダメじゃないですか。やっぱなんか多少実況向きっていうかのゲームってあると思うんで、瞬発力だよねやっぱり。あ、なんかやっぱカードゲームとかさ、シミュレーションゲームとかさ、難しいですからね。RTS とかさ、そういうのやつはちょっと俺できないかなっていう。あ、編集とかって結構ガンガン入れるタイプじゃないですよね。字幕入れるぐらいですよね、多分。字幕、まああの物によりますね。すごい気合い入れて撮ったやつはすごい編集するって感じで、的にちょっと一瞬手抜いてるっていうところ。ああ、まあ物によりますからね。別になんかでもそこまで編集そこまで頑張んなくてもなんか。別に受け入れられるゲームってありますからね。逆に編集が邪魔になったりするのもあるんで。そう。あ、あと話そうと思ってたのが、あのやっぱりさ、実況者の中でさ、はいはい、ホワイト、ブラック。ホワイト、ブラック。でもヒールと、あ、ヒールみたいな。はいはいはい。そう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 。で、僕たちどっちかというと中途半端な感じじゃないですか、なんか。あー。なんかさ、まあ、ガチで本当にこう発狂的な感じでやばい人っていうか、本気でやばい人ってわけじゃない、うん、ないとは思ってるんで。そう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 、名前も出すのもちょっと、ね、確かに確かにはばかられる系っていうか。そう、かといってそのホワイトのそのまあそっちは出してもいいと思うんだけど、アブさんとかさ、キヨさんとかさ、あ、はい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 、できます。いや、できない、できないですし、向こうが、向こうがやらない、やりたがなんか恐れ多いっていうか、向こうがやりたがらないでしょうっていう、逆に。そう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 、俺もそうなんだよ。だから正直クンさんだったらいいかなっていうどうだ、多少ダメ、多少なんかそうそうそう、悪影響が及んでも大丈夫かなっていう、うん、そう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 、やりたがらないですよね多分そういう感じの人で、うん、なんかやっぱやっぱ嫌われるリスクっていうのをすごくこう、うん、警戒してるタイプの人たちのはずなんで、申し訳ないっていうか、せっかくのさ、ずっと守ってきたさ、不祥事も起こさないでね。そうですね。確かに確かに。うん。ね、モテモテなのにね、怒らずにね、頑張ってる、ね、実況者がさ、ホラフキンやくんと絡んで、ね、巻き添えで炎上するとか。あるからね。ありますね、ありますね。からね、ちょっとこれ移動した方が了解です。まだ大丈夫ですね。まだ大丈夫。ああ、でももうがっつり移動しないといけない。がっつり移動しますか。右斜め下。そうですね。南東ですかね。ES、こっちじゃないですか。こっち方向。この目の前の林あたりですかね。SE、そうですね、バチの、ああ、この辺か。橋の下の方まで行かないとダメですね、きっと。ああ、なるほど。多分、こっちはいないんで、ちょっと森の方からゆっくり行きましょう。了解しました。結構残ってますね。まだ、確かにまだ10残ってますね。最大4チーム残ってるってことですか。当選はきちっとして、そこそこのね、ちょっと活躍を見せたい。おなんか撃たれてる。撃たれてる、銃声が。こっち、でも着弾はしてないかな。こっちじゃないそうですね。今、2人死にましたね。3人死んだ。うん、3人ってことは、4人中3人死んだのかな。うん。残り5人。残り5人か。2チームプラス1ですかね。うん、最大。まあ、理想は111なんですけどね。みんなピンだったらいいんだけど。確かに。だからちょっと俺たちグレーな実況者だからさ本当にコラボって難しいんだよね。難しいですね。いや本当グレー系同士でやんないと。そう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 。でね、なんかね、こういうあんまいない、うん、いない、いないっす。結構きれいめな人が多いっすよ、やっぱり。その、なんか、
なんだ、でも多分今きれいめやっても多分もう無理な気がするんですよね。まあ難しいよね、確かにね。もう差別化できないですよね、やっぱり、うんうん、多少他とちょっと違うっていうか、うん、まあ、車の音しません？車の音する。あー車、あーエアドロが近くにあるから寄ってくるかも。あーあの緑の煙の方の、あーはい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 、あー逆にも車いる、まずいっすね。逆にも車いますね。どこっすか車。狙われたらちょっとまずいかな。いやこれ挟まれてるね、ちょっとまずいっすね。こっちの方に走った方がいいっすね。現在地、あこっちの方が多分安全地なんで、あごめん上行きましょう、ごめんなさい、上行きましょう。了解了解了解っす、了解っす。太い方に行った方がいいかも。そうですね、うん、うおー怖いな。いや怖いね、もうこっからは雑談できない。もう雑談できないっすね。もっと話したいんだけどね。うわちょうど真上爆撃が通ってる。怖い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 、空爆が。ちょっと俺らがいた山の方にもう一回行ってもいいかもしれないかな。そっちはいない。ああ確かに。ちょっと前回はね、ちょっと俺の方に載せる方の動画ではちょっと曲げちゃったんで、こっちは確かにこれ勝ちたいですね。あ、でもこれ来てます、来てます、来てる、来てる、来てる、ガス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 来てる。なんかこれギリだな。ギリ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 。あ、来てる、ガスだ。やばいやばいやばい。この木が。やべやべやべ。結構。ちょっとごめんなさい、二人で。はいはい。アンページも。巻いとこ。私シャドープレイで、シャドープレイって実況者しかわかんないんですけど、はいはい、右下に表示が来てるんですよ今。なんでヘルス見えないんですよね今あんまり。あーマジっすか。いやギリギリ。あなんか撃たれてね、撃たれてる。どこだ、すごい近いっすよ。近い、かなり近い。左側だったね。あと4人か。ちょっと逆の方のキーいっときますね。ごめんなさい。了解です、はい。右にもいるの分かってるんだよね。右にも車がいたから。確かに確かに。まずそいつら。おおなんかすげえ近い。どこ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 だどこだ、どこいました？右。いやちょイモりますわ。イモった方がいい。ああ。いた。あいた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 。あなんかガスで死んだ。もう一人下にいる。ああいるいる。いやもう無視しま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 す無視します。頑張っていけると思う、よくれば。これまだ見つかってない、まだ見つかってない。で上登ってきて俺の死体のところに いる。俺の死体の近くにいる。やべえな。俺の死体の右、いますいますいます。斜め前の。やべやべやべ。あーくそファー、死んだ。あーでもよかった。マジかマジかマジか。いやまた俺もいいとこなかったな。いやでも、まあ、まあまあまあいいんじゃないですか。まあまあまあ、ね、まあ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 話しましたし、まあちょっと、はい、まあまあまた次頑張りましょうってことで。そうですね、またいやまたやりましょう。本当にまたやりましょう。優勝したいですねこれね。ちょっとどうせだった優勝目指してちょっと次また撮りますか。そしたら、はい、ということで、じゃあ一回録画切りますね。お疲れ様でした。はい、いやありがとうございます。